見てくれましたね。皆さんこんにちは、ノンスタイル札幌森ちゃんでございます。今日は可愛いこの子がいます。ピン、見えましたか？パルマワラビーでーす。私のポケットの中に入ってます。赤ちゃんワラビー。今日は君が主役です。行ってみましょう。ベビターン、お外見てるの？もう言わずと知れたアニマルグランピングで撮影中でございます。はい、かわいいですね。さあ、パルマワラビーはワラビーの中でも小型サイズで、よく、ネズミに間違えられるっていう風に言われるぐらい小さいサイズなんです。この靴の、これスリッパです。スリッパのサイズでもう分かりますね、この子のサイズ感が。かわいい。男の子なので、この子にポケットはついてはいません。いやですが、本当にアニメに出てきそうなぐらい、何かのキャラクターぐらい可愛いですね。皆さんに考えてもらいたいことがあります。この子のお名前、ホームページにて募集中ですので、チェックのほどよろしくお願いいたします。ぜひご応募ください。男の子です。はい。ワラビーといえば、カンガルーの仲間なので、フクロウのイメージがあると思うので、はい、今回はフクロウをご用意させてもらいました。はい、それでは、ちょっと近づけてみます。わかるかな。どうしたどうした。結構動くの早いのよね。ビル。袋だけど。うん。チェックしてますね。どう。あら。どう。あら。あら。はい。もうまるで胎児のような状態でくつろいでます。あ、いいですね。赤ちゃん。おいで。あららららららら。赤ちゃん、赤ちゃん、寂しかった。お待たせしました。ミルクタイプです。飲まないな。うん、そうです。そうです。上手だね。どうでしょうか。可愛いです。可愛い。お手手が可愛すぎる。見てくれましたね。おいで。はい。これついてるままですよ。はい。そう。お。いいですよ。あら、どうぞ。あら、可愛いですね。可愛い。そうです、森さん。あ、ごめんなさい。つい赤ちゃんって可愛いと、なんか自分が幼稚化しちゃうんですよね。言動が。あ、そう。ゆみちゃん。そうゆきか。このまま、コロンしたの。したの。そう。可愛いわ。チュッチュし始めてる。チュッチュしてる。見えますか？チュッチュしてるの。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。かわいい名前募集中のパルマワラビーちゃん、名前は皆さんの中で決まりましたか？ぜひホームページで応募してください。よろしくお願いいたします。締め切りが結構間近なので、お早めに応募よろしくお願いいたします。はい、それでは成長楽しみにしていてください。名前決まりましたら報告させていただきます。はい、それでは今回は森ちゃんとパルマワラビーの赤ちゃんでお送りさせていただきました。またね。